ホリエモンチャンネル。今日のゲストは、株式会社リライブ代表取締役の佐々木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、T シャツですか今日は。あ、そうですね。はい。はい、こういう T シャツになります。はい。まあこの他にパンツとか、アイマスクとかいろいろあるんですが、はい、まあ基本はこういうシャツですね。へー、はい。T シャツとかを作ってる会社さん。はい、そうです。へー。着られてるんですかこれ。あ、そうですね。これも弊社の商品なんですね。へー。どんな T シャツなんですか。普通の T シャツではないんですよね。はい、あ、そうですね、うん。機能性シャツって僕ら言ってますけども、はい、僕たちの体を着るだけで元気にできたらいいなっていうコンセプトで作っています。なんでそんなこと思いついたんですか。もともとですね、この、僕体弱くて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。虚弱体質で、どうやったら元気になるかなとか考えてたんです。一時期ですね、この武術を勉強してまして。武術、はい、はい。武術の型をこう、なんか、なんとか拳とかありますよね。はい。ああいうのをこうやるだけで、こう人間はこう気が流れるっていう状態になって、うん、でもっと力が出たり、もっと柔軟性が上がったり、うん、もっと元気になったりできるってことに気がついたわけですよ。うん、ということは、筋肉を動かして、それで、まあ、刺激を与えるっていうことですね。うん、それで元気になるんだったら、うん、何か他のもので、服とか何とかで刺激を与えると、うん、そうすると、働いてる時とか、うん、それから寝たきりの人とか、うん、いろんな人が元気になるんじゃないかなと思いまして、うん、それで試行錯誤で買い、発したという、まあ、そんな商品です。もともと T シャツ屋さんなんですか？いえ、違います。何屋さんなんですか？いや、もともと全然違う仕事をしてたんですけども。全然違う仕事をしてたのに T シャツを作り出すんですか？はい、そうなんです。ぶっ飛んでません？で、いや、それまでの仕事っていうのはこう、全然ね、通販とか、うん、それから飲食とか、うん、そんなことをやってたんですけども、うん、あまりにこの効果がすごいので、うん、だったらもうこれは世界を変えたり、本当に多くの人を幸せにできるんだろうなと思ったので、うん、それまでの仕事を全部畳みましてですね、ええ、これ一本にしたという。それ現物ですよね。あ、これ現物ですね。こういったですね、鉱石が入ってるんですよ。鉱石？あ、鉱石ですね。鉱石の粉がこの中に入ってまして。鉱石の粉？そうなんです。それがこの筋肉をですね、上手に刺激をしていると。いう商品になります。ファイテンみたいなやつですか？まあそうですね。はい。ファイテンさんも素敵な商品だと思いますが。こんな感じですね。こんな感じです。それは特殊な鉱石なんですか？いえ、もうこれは交渉していますし、体に無害というかですね、はい、体にいい普通の鉱石を使って作っています。粉末にして、この該当する筋肉のところにこう、上手に塗布しているような、まあそんな商品になります。実演があるんですよね。はい、あ、そうですね。はい、今日ちょっと堀江さんにやっていただきたいと思ったんですが、力が強くなるとか、うん、それから柔軟性が上がるとか、うん、まあそんなことをですね、体験してもらおうかなと思っています。うんはい、じゃあ、はい、では早速、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、前屈をしてもらっていいでしょうか。はい、この下、手のところが映る形にしていただけるとありがたいです。うん、こう。はい。見えますか？あ、素晴らしいですね。ちゃんとつきそうですね。ついてます。はい、ついてますか？はい。あ、ちょっと一応ね。これなかなかつかないですよ。はい。今度肩こりの人とか多いので、うんうん、肩の可動域を見たいと思います。うん、手をこう広げていただいて、うん、後ろからですね、うん、後ろからゆっくりとこう引っ張ってもらっていいですか？うん、痛い時痛いって言ってから取れますから、はい。あ、素晴らしいですね。はい。もっといきますか？うわぁ。くっつきますか？くっつきはしないと思う。あ、くっつきはしない。さすがに。いやー、でもそれだけ柔らかい人少ないです。はい。素晴らしいですね。次は、筋力を見たいと思うので、はい、物を持つ形ですね。はい。こうやって持っていただきまして、はい。で、すみません、それをですね、こちらちょっとすみません。まっすぐ押していただいていいでしょうか。はい。お願いします。はい。こんな感じですね。はい。やっぱりこう、かがんじゃいますね。当然のことながら。はい。で、今度後ろ行きます。はい。行きます。耐えてくださいね。これ。はい。まあ、きついですね。ぬるっとしてる。いや、強いですね。はい、ありがとうございます。これをですね、僕らは専門用語でですね、ノーマル堀江さんと呼んでいます。うん、で、今、リライブ堀江さんになるというですね、うん、ことやってみましょう。まあ、このシャツを着るだけですけども、はい、これを着てください。これもそのまま着ちゃっていいですか？はい、大丈夫です。ちょっときつめですけど。はい、はい、あれも大きさバッチリです。なんか変わりありますか？
わかんないです。はい。じゃあ、前屈からいきますかね。前屈からお願いします。はい。どうなんですかね。あんまり変わってないかな。あんまり変わってないですかね。まあ、でも、はい、まあ。うん、あ、でもさっきよりちょっと違う、うん。さっきはあれですね。つくかどうかってちょっとゆとりがありますか。まあ、うん、どうなんでしょうか。ありがとうございます。じゃあ今度あの肩の可動域見ましょうか。はい。はい、じゃあお願いいたします。こうかこうか。で同じようにやってください。お。あ、つきますね。つきましたか。つきましたね。はい。確かに。変わりますね。じゃあ今度手持つお願いします。同じ力で押してください。はい、ありがとうございます。強いですね。強いね。むっちゃ強いです。さすがチャンピオン。はい。はい、ありがとうございます。ああ、でも確かになんか。あ、いかがでしたか？うちのなんかすごい強くなってた感じは。あ、ありがとうございます。うん、この形なんですかね、これね。まあ簡単に言うと、この動かない筋肉が、これを使うと、動くようになるっていうことなんですね。はい。それで実は、あの、エビデンスもありまして、背筋力は、普通の方なんですけども、あの、平均 38% 来た瞬間に上がると。うん、前屈は6センチ下がると。でも確かに、折れたよね。折れたっていうか、ついたよね。つきましたね。はい。長く来てると、さらにその効果が強くなるという測定効果も出ています。はい、じゃあ、来たままお話しますか。あ、ありがとうございます。どういうところでこれ売られてるんですか？今はですね、テレビショッピング、まあ、インフォマーシャルって言うんですかね。うん、あれを、あの、全国で、1ヶ月に350回くらい流しています。そんな流してるんですか？流してます。はい、まあ、特に高齢者を中心に、うん、ご購入いただいて、うん、たくさんね、それであの、お声をいただいています。あ、そうなんですね。はい。高齢者の方がやっぱ多いんだ。多いですね。うん、それとは別に、例えば、琉球アスティーダさんとか、うん、卓球ですね。それから、バスケットのサンエンネオフェニックスさんとか、うん、まあ、いろんなチームの方に、スポンサードさせてもらって。ああ、そうなんですね。そうなんですね。まあ、そんなこともあって、若い人とか、アスリートとか、うん、まあ、そういう方も買っていただいてますし、うん、それと今度はですね、医療機器認定が取れまして、うん、それ腰痛肩こりの改善というんですかね、はい、そういったことも今度は言えるようになって、うん、まあ、そういったことでこれから販売もしていこうと。この T シャツで腰痛。そうですね。なんかスパッツみたいなものか。シャツでも医療機器認定が取れてるリライブシャツアルファっていうのを今度出してます、ね。リライブシャツアルファ。はい、そうですね。はい、結構じゃあ広がってるんですか、もしかして。あ、おかげさまで今だいたい月間で6万枚から7万枚くらい。そんな売れてるんですか。売れてます。はい。例えば介護の人などは、うん、この抱き起こしとか異常とかっていう、まあ、うん、腰に負担が来るものが多いんですけども、うん、さっきの通り力が出るので、うん、ちょっと楽にそれができるようになるんですよ。うん、腰に不調がね、あんまり来なくなるとか、うん、楽に仕事ができるということで、うん、まあ、喜んでいただいてます。あ、そういう人たちが結構買ってるんですね。そうですね。それで通販で。はい、そうですね。これ全然洗濯とかしても大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。大体1年くらい持つと思うんですが、うん、品質保証は半年つけてますので、うん、少なくともその中で効果ないよっていうことがありましたら交換もさせてもらうって感じでやってます、うん、あ、そうなんですか、はい、通販サイトがあるんですね。あ、そういう、そうですね、リライブさんの、はい、そうです。いろんなところのね、スポンサーさんもされてるっておっしゃってましたけど、はいはい、そういったところの選手の人とかも来てたりする？あ、もちろんです。まあ、実際に彼らにさっきの体幹ワークをしていただいて、うん、まあ、それで実際に効果がやっぱあって、あ、これなら使えるねっていうことが前提で、うん、スポンサードさせてもらってるんですよ。なるほどなるほど。で、はい、T シャツとスパッツ、スパッツと、そうですね、あとはこういうアイマスク。アイマスクですね。それアイマスクなんだ。そうなんですよ。へー。アイマスクなんですけども、うん、まあ、いろいろ効果ありまして、はい、例えばですね、そうですね、首って皆さん凝ったりよくしますけども、うん、堀さんはされますか？僕はしないですね。あ、じゃあ、凝ってないかもしれません。いや、なんか今日はすごくやりにくいですね。かなりパーフェクトなんで。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい。運動とかストレッチよくしてるんで。まいちゃうな。いや、正直言うと、堀江さん、大体の人は、うわ、こんなにすごいっていうので盛り上がるんですけど、うん、若干今日はかなり、もう、パワーアップされてる方なので、そんなでもなかったなっていうのが正直僕の中で。あ、僕ですか。はい、すいません。なんかそんな感じです。そうなんですか、もう。それは首なんだ。え、よかったらですね、右と左こう向いてもらっていいですか。はい。
いいな、ちょっと。これ左ちょっと見てもらっていいですか、はい、はい。この角度わかりますか、はい、ここまでしか行ってないんですよ。はい。はい、これがもしですね、はい、ちょっとまっすぐしていただいて、もしこれ首にかけるだけで変わったらすごいと思いません、ね、まあ、そうですけどね。ちょっと待ちなさい。すいません。まっすぐちょっといいですか、はい、背中まっすぐして、もう一回左向いてもらっていいですか、はい。これ覚えててください。はい、突っ張ってるのわかりますか、わかんないです。わかんないですか、じゃあ角度だけ覚えてください。これをですね、首にこうかけていただいて、5秒待つんです。はい、5秒待つ。はい。そうするとですね、これだけで首の角度変わったらすごいと思いません、はい。そういうデバイスなんですね。ちょっとやってみてください。はい。はい。変わってますでしょ、変わった気しますね、確かに。はい。こっちから見ても変わってます。いろんなもの作ってますね、ほんと、はい。ありがとうございます。T シャツ、はい、スパッツ、はい、襟巻き、アイマスク、はい、アイマスクね。これアイマスクはですね、襟巻きもなるんですけど、一応アイマスクです。ああ、なるほど。はい、アイマスクは、寝てる時にやるの、はい、そうですね、寝てる時にやるんですけど、実際のところ、やっぱ働いてるとこう結構凝ったりする方もいるので、なるほど、そういう方はこう首に巻いてとか、首に置いて使ってる方も実は多いんです。うん、はい、あとはキャップって言って頭に被るやつも。キャップ、そうなんです。頭が良くなる。それは分からないですけど、はい。いろいろなんか皆さんは、いいよとは言ってくる感じですね。はい。まあ、要は、はい、なんか、お試しセットみたいなのあるんですよね、多分ね。お試しセットっていうか。はい。販売店さんとか代理店さんがありまして。あ、代理店さんとかがあるんだ。あります。はいはい、はい。全国にありますので、そこで実は体験することができます、はい。あ、そうなんですね。はい。お店があるの？お店があります。あ、そうなんですか。はい。どこにあるんですか？例えばですね、釣り屋ゴルフさんっていうゴルフのショップがあって。釣り屋ゴルフ、はいはいはい。そこは結構置いてくださってます。あ、釣り屋ゴルフの体験コーナーみたいなのがある？そうですね、あります。へー。はい。あとは、まあ、小さいお店なんですけども、そういう代理店さんのところで、体験ができますっていうところは、うちのホームページに全部書いてますので。リライブで検索すると、はい、大体全国各地に、どこかにあるわけだ。はい、そうですね。釣り屋ゴルフさんとかにはよくあると。はい、あ、そうですね。ああ、はい、なるほど、なるほど。そこで実際に体験することもできると。その通りです。なるほど、なるほど、はい。あ、それはいいですね。その他に、通販の場合も、うん、やはり本当かなっていう方が多いので、効果がない方に関しては、返金保証をつけています。はいはいはい、はい。一定時間、1ヶ月だと思うんですけども、うん、1ヶ月間の間に実際か、うん、使ってみて、本当に効果がないという方は、全額返金という形で対応させてもらっています。うんうん、なるほど、なるほど。はい。わかりました。じゃあ、皆さんね、とりあえず体験コーナー行くのが一番いいかもしれないですね。そうですね。はい。はい。ゴルフの人とか確かに。いいですよね、これ。そうですね。うん、実は僕たちの派生商品で、リライブゴルフとか、うんうん、リライブパジャマとかもあるんですけども。パジャマ？そうなんです。リライブゴルフ？はい、そうなんです。へー。リライブゴルフで、これは第三者機関で、エビデンスを出してもらったんですけども、うん、平均でドライバーが22ヤード飛んだというのがあるんですね。うん、結構喜ばれてます、うん、はい。だから体験してみたい人は、全国の、それ、釣り屋ゴルフさんをはじめとした、体験コーナーがあるところで、一回体験してくれて、いいっていうのと、通販でもクーリングオフ制度があるので、体験しても、効果なかったという人は返金もできると。はい、そのとおりということで、はい。最後に、じゃあちょっと、改めて PR をお願いします、はい。ありがとうございます。リライブ札って初めて聞く方も多いと思うんですが、もうすぐですね、またコマーシャルとか、いろんなところで皆さんとはお目にかかることになると思います。私はこの商品を通して、みんなが元気になって、世界が変わったらいいなと、そのために一生懸命頑張っています。どこかで見かけましたら、ぜひ、体験してみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながるポリエの Wi-Fi、タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるポリエの Wi-Fi、 ポリエの Wi-Fi でいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。